皆さんお揃いになりましたか。はい、こんばんは皆さん。余剰バンド、私はあの、リーダー兼ボーカルですね、余剰面倒さと言います。面倒くさがり屋でございます。あの恒例になってきますとですね、ライブの前に順繰りにトイレに行きまして、行きました、行きました、トイレ行きましたよ、はい、むぐさないように頑張りたいと思います。ちょっとあのバンドですので音がちょっとうるさいかもしれません。あの皆さん元気で、掛け声の練習なんかやってみましょうか。いいですか、皆さんはおーっつってくださいね。元気ですか。いいですね、よくわかんないです。血圧は大丈夫ですか。血糖値は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあ始めましょう、余剰バンド。緊張してしまいました。すごいですね、何やってるのか大体わからないと思うんですけども、ギターを弾いてる人はすごいことやってるってわかるんですけどもね、あのお二人はもうずっとこうポパーンと見てましたけども、彼のギターはですねもっともっとすごいのもあるんですが、今日はあの一応余剰バンドに合わせて、分かりやすいのをあのピックアップしていただきました。私たちもあのバンド組んでですね、もはや2年になります。結成してですね、で、ここの歌屋っていうのはですねすごいあのやりやすいお店でですね、やってることはみんなバラバラでいいんです。ただ、相手の一生懸命やってる曲を聴いてくれるという、素晴らしいお店です。皆さんまたぜひ来てください。冬ですので、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、冬ですので冬の歌をまず最初に歌いたいと思います。アリスの冬の稲妻。
しようと思って MC を考えてたんですが、ちょっと今の曲が不安だったもんですから忘れてしまいまして、そうですね、今日はあの私あのイオンモールっていうあのナトリエアリーっていうところにですね、行ってまして、まあ、仕事をしてました。で、あのトイレに行きましてね、大きいのを催してしまったもんですから、おじさんになると我慢するということは危険なことになるので、人間の尊厳に関わる問題になります。無理をしないであのトイレの大きい方に入ってましたら、あの空手部、後で見たら空手部だったんですけども、体育会系のですね、あのアルバイトの子だと思うんですけども、入ってきまして、あっ失礼しますって感じでなんか廊下で言ってトイレ入ってきたんですよ。で、私が大きいのをやってましたら、私の前に、前の部屋というか個室に入りまして、なかなかあの礼儀正しい子なんですけどね、閉めてカチャッてしたら、うりゃブリブリ、やっぱり空手部かなと。で、私先に出て手を洗ってですね、外でどういうやつなんだろう、トイレでうりゃっていうやつはですね、ただやっぱりあの体育会系でかっちりしたですね、あのお父さんのような感じの空手部かなんかで、多分お父さんもねトイレでうりゃってやってると思う。そんなことでクリスマスの流れでですね、全くつながってません。今日はあの12月ということでクリスマスの曲も何曲か準備してまいりました。ありがとうございます。あのファンクラブの方、あとあの会員番号を差し上げますので、それではあの甲斐義弘のですね、アンナという歌をやらせていただきたいと思います。アンナ、お前の愛の火はまだ夜だった辛く悲しい、一人きりの長い夜だった。北へ向かう容疑者は俺の中の心のようにすすり泣いて、そんな時お前がよこした頼り、ただ一言だけ
寂しいってつづってた。あんなクリスマスキャンドルの火は揺れているか。あんなお前の愛の火はまだ燃えているかい。クリスマスというとですね、今定禅寺通りで、光のページェントという、お祭りをやってます、まあ、クリスマスの時期ですね。で私も今回2回ぐらい、まあ、車通ったんですけど大渋滞でね、すごいですよ。で青葉通り あのページェントっていうか街灯っていうか電球がこっちに来ちゃったもんですから、もうより一層明るくてですね、大変素晴らしいので皆さんぜひ見ていただきたいなと思います。で次の歌はですね、オリジナル曲の、あ、いらっしゃいませ。オリジナル曲でですね、光のページェントが始まって何年間ぐらいですかね、私もこう見えてもですね、当時彼女がいまして、で彼女と光のページェントを見て歩ったわけですね、腕を組んで、
ところがその彼女がですね、クリスマスの1週間前に私をなんと振りまして、ね、いや結構振られるんですね。最初はいいんですけど1年ぐらいすると飽きるみたいで、まあ、うるさいとかね、いろいろありますから。それで、フランス料理をですね、予約してたもんですから、どうしようかと思いましたが、1週間前だったので、まあ、ショックでフランス料理を予約してたのを忘れてたんですよ。それでパッと思い出したら当日、もったいないのでもうキャンセル料も払うのも嫌なんで一人で食べに行きました。でフランス料理ってね、皿は大きいんですけど少ないと思ってたら結構な量がありまして、多分この歌屋でフランス料理を2人前食べた男というのは私しかいないと思います。そんな悲しい思い出をこの曲に込めて、クリスマスなのにというオリジナル曲聴いてください。
勢いの歌なんですけど、この歌ぐらいですね、あの静かな歌はね、次はじゃあ、あのアリスに戻りましょうか。いいですか。アリスの中でですね、あの四畳バンドにぴったりな歌がこの歌なんです。まあ四畳バンドの18番というか、この歌をやるために、まあ、組んだような感じのある余剰じゃなくてジョニーの子守歌という、あの子守歌にしてはすごいうるさい歌ですけども、とても好きな歌です。まあ、内容としては、まあ、おじさんなんですけども、本当はギターやりたいんだけども、やっちゃおうぜ、懐かしいあの頃の歌をやろうぜっていう、そういう感じの歌です。ジョニーの子守歌。
聞いたけど君はまた燃えている。嬉しくて お客さんの苦情がありまして、私が出してる店でですね、ちょっと苦情が出まして、それをイオンモール の名取店に言ってもらえばまた大したことないんですけども、イオンの本社に言ったやつがいて、本社からですねメールが来まして、ちょっとこれはどういうことだということで私呼び出されまして、普通は店長あたりでいい話がですね、なんでこんなことにっていうことでですね、で行ってみたらまあ大したことなくてですね、クレーマーって言うんですか、クレームする人らしい、わかりますか。でまあただ形としてね、ちゃんと返事もしなくちゃないとかいろんな決まり事があって、でちゃんと呼びましたよっていうことも含めてですね、呼ばれまして、なんかサラリーマンというかですね、なんで俺が悪くないのにこんなことでねとかね、嫌な思いしますけども、そういう思いをですねこの歌に込めて歌いたいと思います雨に濡れて帰ろう。
本当のことも知らず街をさまよう野良猫さ、あの時熱い気持ち一体どうしてしまったんだ、ガラガラ生きる日々ぬるくなったビールみたいさ、降り続く雨は止みそうにない、水たまり足で踏みつけながら雨に濡れて帰ろうか、今の俺にはよく似合う、雨に濡れて帰ろうか、乾いた心に染みて少年の悲哀をですねテーマにしましたねえ、はいはい、あ、何か、はいはい、ありがとうございます。悲哀ってました、はい、ありがとうございます。やはり20代30代と違ってですね、40代50代になるとちょっと無理をしないようにしないとね、もうちょっといくと今筋肉痛ですけどね、そのうち関節痛になります。あまり無理しないようにねしないといけないと思います。そんな私たちもですね、中学高校の頃がありまして、私は三重県の湘南とやれる渡里郡渡里町というところの出身です。知ってますか？知らないですよね、はい、湘南市原米市って知ってますか？はい、原米市の発祥の場所らしいです。はい、はらこ飯美味しいですよ。はい、たらこ飯じゃなくてはらこ飯。はい、で、その中学校時代にですね、ちょうど私たちが中学校に上がった時に、1年生は木造校舎なんですよ。で、2年3年が新しい鉄筋コンクリートのね校舎になってまして、木造校舎を経験された方言いますか？おお、皆さんはですね、間違いなく中高年だと思います。なぜこんなに多いのか、今日は温泉祭りということで、はい、木造校舎ってあったんですよね。それで先生が来るとですね、私2階だったもんですから、私のクラスがです、階段の音で分かるんですよね。ギシギシギシと来るわけです。
って先生来たぞとかつってね、あのみんな席について、そんな思い出がありまして、その今木造校舎ほとんどなくなりましたけども、その木造校舎とか駄菓子屋とかですね、それが出てくる歌があります。これもあの続けてオリジナルになりますが、あの頃のようにという歌です。知ってる方は一緒に歌ってください。あのフォークジャンボリーのオープニング曲に選ばれましたんで、知ってる方もいるかと思います。あの頃のように、
8月29でしたっけ30?29 ですね、毎年8月の最後の日曜日、道の区というか東北6県と、まあ、東京からも、お見えになりますけど200人以上来ましたね、あのアーティストね。何組でしたっけ3人さん、忘れました、93組、うん、93組ぐらいですかね、はい、はい、で、あの卸町でですね、7つのステージで、まあ、こんな感じの歌から、まあ、ほぼロックから演歌に近いものまであのやります。もし来年お時間があればですね、ぜひ参加していただいたり見に来ていただければと思います。最後の歌になりましたが、もう、あのアンコールを希望の方は後で元気よくお願いします。じゃあ、ですね、思い出ゆれゆれという歌を聴いていただこうと思います。この歌はですね、岩手宮城内陸地震の時にですね、作りまして、ゆらゆらというフレーズはそれから持ってきてまして、あそこであの土に埋まった旅館とかですね、いろいろ出ましてですね、まあ夫婦別れ離れ離れ離れになったということもありまして、それをモチーフにさせていただきまして、まあ自分のよく私も振られるもんですから、その振られるのをモチーフにしまして、ゆらゆらという涙がこう浮かんでゆらゆら見えるとかですね。ただこの歌には一つ問題がありまして、この歌を歌うと地震が来るんです。である時ここの店主のサニーっていう人がですね、震度5ぐらいのが来た時に一番最初に逃げまして、で植木橋に足をぶつけたという男、最低の男です。皆さん拍手をお願いします。もしあの地震が起きた場合はですね、あの一列に並んでですね、あの退場していただきたいと思います。思い出ゆらゆら、
わめいてみても終わらない、一人暮らしのわびしさを、酒を注いで首を振る、馴染みの店に着くまではまぶたを開いてから元気、酔って歌って何もかも周りのことなど考えず、ですね、びっくりされた方もいると思うんですが、入りすぎた場合にたまにああいう現象が出ます。痙攣ではありません。完全に入ったというあれは証拠です。はい、ありがとうございます。じゃあ最後はですね、皆さんカラオケなんかで歌われたこともある歌でですね、前向きな歌でですね終わりたいと思います。雪国じゃなんで吉井行く、そのカラオケじゃなくてですね、吉井行くぞではなくて三好鉄星の涙を拭いてという前向きな歌を最後に聴いていただいて終わりたいと思います。この後ですね、歌やナンバーワンボーカリストがですね私たちの後をですね務めてくれることになってます。すごいです。はっきり言うと歌手より上手い歌手というアマチュアと言われてます。光悦が最後に歌いますので、その前の前座で一曲やらせてください。涙を拭いて。日夢を探して俺たち愛を捨てた二人さ、二度と巡り会うとは
思わなかった。この街角で濡れたまつげ拭きだよ。あれから辛い暮らしをしたね。痩せたお前の肩をこの手に抱けば全てがわかる。涙を拭いて抱きしめられたら、あの日のお前に戻れるはずさ。涙を拭いて微笑み合えたら、どうに幸せ。きっと二人心に愛は消せやしないさ。迷い続けた人生、今日からお前話はしない。 涙を拭いて抱きしめ、どうもありがとうございました。余分でした。